はい、ムーツでーす。よろしくお願いします。そしたらホープスパーティーのブラド、ディリベ、多分違いますね、をやりたいと思います。すごく楽しみです。どんなことが待ち受けているのか、ゾクゾクします。そしたら始めたいと思います。チャプターって書いてるんですかね。00、楽しみ。はい、はい、あ、これ自分で押すんだ。自分で押す感じですね。兄ちゃん、ナオミさん、いきなり委員長を呼んでます。はい、どうしたんでしょうか。あゆみさん、どうしたんでしょうか。あゆみちゃん、日の江さんは、あ、なるほど、はい。何の音でしょうか、一体。え、今のは一体何でしょうか。ブックオブシャドウズの悲劇から2ヶ月。はい。黒魔術を使用した、障害反動で重傷を負ったあゆみは、ナオミにより、篠崎家から助け出され。あ、そうなんだ。ちょっと後ろのやつどうやって見ればいいのかな。あ、これじゃない。あー、間違った。あ、なるほど、これか。ほうほうほう、ボタンの全画面の配置がちょっと違うので、びっくりしました。先ほどちょっと飛ばしてしまったやつ、どうしましょう。どうやって見ればいいんだ。また変なの落としちゃった。いや、確認しようと思ったんですけど、先に進みましょう。女子中学生。これはもしかして、ちょっと見てみましょう。あれですね。これでいいの？おかしいな。都市伝説掲示板の噂では、これをやった直後に地震が起きて、神隠しに遭う危険ありって書いてあったのに。まあ、間違いではありませんね。ちょっと、そんなのに付き合わせてたの？恐ろしいことに何も説明してくれない。ひどい。これは騙そうとしてますね。ごめんごめん。これでみんな離れ離れにならずに済むよ。まあ確かに。幸子を失ったあの空間からは、幸せの幸子さんの効力も消え、はい、迷い込んだ聖者を閉じ込めて残酷に命を奪う呪いの学校を消滅させられたのは良かったけれど、はい、私たちは、あ、友達と先生の命とその生きた証、
存在までもが奪われてしまった。はい、そうなんですよ。聖子はいたんだよ。どうしてみんな分かってくれないの。はい、ちょっと見てみましょう。あー、はい、ありがとうございます。そんな子いないのよ。さあ、薬を飲みなさい。あー、お母さんですね。ナオミ、飲みなさい。飲むの。いや、私はおかしくない。おかしくなんかないんだから。生き残った私たちにとってこの2ヶ月は地獄のような日々。はい、これは確か生還した人たちは覚えてるっていうことですかね。どうしたんでしょうか、ナオミさん。兄ちゃん、しっかりして。姉ちゃん、はい、弾みに手を出したオカルト儀式のせいで、あ、出血多量の大怪我をして何週間も入院を余儀なくされてしまった。いや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 、そうだったっけ。お、昨日退院してから初めて登校した如月学園。え？で、今気づいたけどこれすごくない？校門前で私は校舎を見つめて身をすくめた。はい、この門をくぐれば鈴本さんや由衣先生たちのいない現実を嫌おなく思い知らせる。篠崎。あ、沢投資くん登場。ていうかみんないるし。みんな。みんな。久しぶり、ちょっと見てみましょう。おー、すっげえ。はい。この世界で、心の底から分かり合えるのは、この5人だけ。この世界で。存在の消えた4人のことを共有できるから。この世界とはどういうことでしょうか。おかえり、退院おめでとう。うん、マジすげえ。動かせる？あ、動かせるじゃん。三角押したらセーブ。あれ、セーブがない。アイテムリスト、まあもちろん持ってませんね。まあオプションはいいとして、ちょっとだけ見ようかな。ないや。あとは学校に行けば、あ、みんなにちょっと話してみよう。あれ、おお、篠崎、やっと出てきたか。めっちゃかっこいいんだけど。岸沼君。岸沼君、ちょっとだけ。おかえり、委員長。ただいま。これ仲いいのに中島さんには。あ、ゆかちゃん。ありがとう、ゆかちゃん。大丈夫よ。
篠崎、おかえり。さあ、トシ、ありがとう。あとはこの時、あ、学校そのまま。私はまだ知らなかった。私はまだ知らなかった。何を言ってんでしょうか。人症のあった多重閉鎖空間どころではない、現実のこの世界に。ああ、なるほど。この女子高生は一体誰でしょうか。女子中学生。はい。みんなおまじない好きだよね。またなんか新しいの仕入れなきゃ。ああ、先ほどの女子中学生3人組教室でやってたやつですね。ああ、まあ女子っておまじない好きなのかな。ママ、今日は早番だといいな。お腹空いちゃった。自分では作らない。どうしたんでしょうか。もしかして自動ドア？ママ？自動ドアではない。めっちゃドクンドク言ってる。誰もいない？いないことないでしょ。いきなりそんなバーンって歩いてるんですから。まあ、確かにそうなりますね。誰もいないんで。何？どういうこと？え？はあ？いやいや、おかしいおかしいおかしい。ねえねえ、誰誰誰？今うっすら見えたよ、誰か。え、呪いは肥大しつつあった。え、どういうこと、どういうこと。変死事件がまた起こりました。死亡した中学生の佐久間凛さんは
大丈夫だった？背骨が折れた状態で発見されており、この拍手をするタイミングがちょっと分かんなかったんで、素晴らしい。今回もゾクゾクしてます。素晴らしい、超かっこいいです。びっくりです。また混乱してます。はい、あゆみさんの母、はい、名前なんだっけ、あゆみさんどうしたんでしょうか。まったく、転んだ拍子に落ちていた刃物でああも大怪我するなんて、一体何をしていたの、あゆみ。どういう話がなってこうなったんでしょうか。日の絵みたいにまた幽霊がどうのとか、オカルトまがいなことをしてるんじゃないでしょうね。日の絵さん、日の絵さんいるんでしょ、実は。ほっといてよ。あゆみさんいきなり怒りましたね。もう、いつものこととはいえ、日の絵もどこへ行っているのやら。うちの娘たちは親に心配ばかりかけて。まあ親かしみはもちろん、そのやっぱ心配、やっぱ子供はやっぱ心配しますので、まあはい、でもやっぱ子供は子供で、まあ大人にもちろん少しずつなってますんで、安心してください。お母さん、ちょっと喉が、あゆみさん、あゆみさん、え、なに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 、お姉ちゃん、いまわしい記憶、そうだった。そこら中で炎が燃え広がる。力を失った日の絵の体に、いくつもの赤い光が灯り始め、そこへドスドスと刃物が刺さる。一体どういうことでしょうか。倒れることもできずに、肋骨に刃物に踊る首のない日の絵の体。やめて！一体これは何でしょうか。あゆみが日の絵をかばおうと抱きしめようとした瞬間、はい、日の絵の腕が強く歩みを突き飛ばす。歩みちゃん、生きるのよ。お姉ちゃんはいつもあなたの心の中にいますよ。マジか。歩みの脳裏に優しい気遣いの声が聞こえた。地下室の天井に火が入り、落下してきた巨大な、なんとかに日の絵の上半身が押しつぶされた。マジで？立ち上がり、駆け寄ろうと叫ぶ歩みの体を、血濡れの、ナオミが捕まえる。
歩みの手や足には刃物が刺さり、赤いあざができていた。ダメ、院長、逃げるのよ。離してよ、離して。失われたみんなの存在を取り戻すため、篠崎幸子と天神症の呪い、その根源を追う私と中島さんの前に、はい、取り壊され、この世に存在しないはずの篠崎義江と幸子の成果が現れた。はい、その地下にあった古代の本ブックオブシャドウズで黒魔術を試した私は、はい、夢かうつつかもわからない恐ろしい事態に襲われて瀕死の重傷を負ってしまったのだ。はい、どうしてあの場所がわかったのかは知れないけれど、飛び込んできたお姉ちゃんが私をかばって、はい、結局私は何もできず、ただ犠牲を増やしただけだった。ああ。死んじゃえばよかったのに。私なんか、みんな私の犠牲者じゃない。私なんかいいぞ、死ね死ね死ね。ん、誰、一体誰でしょう。なんだよ、やめるなよ、そのまま死ねよ。ちょっと見てみましょう。この少年一体誰でしょうか。怪しいですね。机に土足で足を伸ばせ、ニヤニヤと下品に笑う。黒いパーカーをかぶった見知らぬ少年がそこにいた。誰？一体誰ですか、あなた。死んでくやつが俺の名前なんて興味ねえだろ。嘘ばっかだな、お前の反応。全然質問答えてくれてたね。不法侵入じゃないですか、まさか。それが嘘だろって言ってんだよ。本心はどこだ、クソ女。殺したいんじゃなくて助けたいんだろ、苦しんでるてめえよよ。何八つ当たりしてねえで動けや、甘ったれ。誰も助けちゃくれねえぞ。誰よ。ちょっとあやみさん、また言っていて。何しに来たのよ。何しに来た、知り合い、もしかして。誰でもねえさ。嘘ついたまま本当に終わっちまっちゃう、つまんねえぞ。何ん、やるよとばかりに歩みの手に乗せられたのは10円ガム。懐かしい。ちゃんと10円って書いてある。冷たいがどこか優しい目で笑い、窓から出ていく少年。一体何だったんでしょうか。ただその10円ガムを渡しに来ただけじゃなさそうなんですけど、あゆみは、同等をしながら立ち尽くすほかなかった。ん？確か、これは？篠崎の家はこっちだったよな。はい、よしきですね。動かせる？動かせない。変わった格好のやつだな。
天神将も崩壊し消え去った今、罪滅ぼしに私に何ができるのだろう。先生だ。うん、サトシ。これはお前今日弁当だよな。屋上で食おうぜ。これは、はい。なあ、そうだな。今日は天気も良さそうだし、行くか。マジすげえ、すごい空だな。雲が全然ない。秋晴れだな。秋晴れということは今秋ということでしょうか。秋、10月。この辺で食べよう。しかしなんか妙に軽いな弁当箱。妙に軽い弁当。弁当箱どういうことでしょうか。よしき、今日はなんだ。時間あったから揚げ物にした。あ、そうか、よしき自分で作ってんだ。相変わらず何でも作れるな、お前は。俺んちは昨日の残り物とかだよ、多分。いや、十分ですよ。いいじゃねえかよ。弁当作るの大変なんですから。そうなのか。あ、サトシ君全然分かってませんね。どうしたんでしょうか。これでパン買ってごめんね、母さん。どういう、お母さんどうしたんですか一体。サトシ君倒れちゃいましたよ。あら、こんなところでご飯なの。今日は晴れてるし一層美味しく食べられそうね。一体誰でしょうか。あ、確か庭クオン先生。庭クオン、ちょっと見てみましょう。庭クオン先生、この人一体誰ですか。だっけ。だっけ。え、副担任の庭クオン、24歳、白髪で目の青いふわふわとした話し方をする英語科の教師。クラスメートの話によると、俺たちが天神小学校から戻ったあの日から、はい、ちょうど半年前にこの学校に赴任してきた先生らしいが、え？俺たちにその記憶はない。俺たちのいた世界ではユイ先生という別の先生がその立ち位置だったんだ。はい。だからこのクオン先生には悪いけど、天神小学校から生還した俺たちはみんなこの事実に違和感を感じていた。ああ、サトシ君、ご飯がないの？そうみたいですね。何が食べたい？何食べたいですか？え？何が食べたい？どういうこと？好きな食べ物は？なんで今聞くのそれ？え、あの、カツ丼？まあ確かにカツ丼は美味しいです。うん？うん、クオン先生ですね。どこ行った。なんだろうあの先生。なんだろう、確かにからかわれたんだよ。まあ確かにそうなりますよね。いや、そう考えるでしょう。はあ、購買部でパン買ってくるか。
はい。ああ、でもダッシュで行かねえと、そろそろ売り切れるんじゃねえか？いやー、どうでしょうか。もうこんな時間か。ちょっと行ってくる。B ボタンと一緒に方向キーを押すとダッシュします。まさかダッシュができるぞ。ダッシュ中はスタミナが減り、ゼロになると一定時間動けなくなります。スタミナは時間経過で回復します。はい。ということで、この辺にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また見てくれたら嬉しいです。はい。